アカウントサービスをクリックします。アカウントの設定からアドレス帳の内容を変更するをクリックします。コンビニを新しく検索するをクリックします。住所や郵便番号、目印の建物などで検索できます。住所から検索してみましょう。検索するをクリックします。検索したコンビニの一覧が表示されます。お届け先に登録したいコンビニの欄の選択するをクリックします。コンビニをお届け先に登録できました。